心に入りましたよ、また。ね。まあ、結局、その、時の素粒子っていうのが、まあ、あって、で、それの、まあ、スピードっていうか、波長であると。だから場所によって時の流れ方が違う。それで次元によって、しか、その、プレアデス階層。上はプレアデスは下がヘルです。ここがプレアデスは下がヘルなんです。次元階層のことなんですけど、うちのね、うち一番取れしか。その次元階層によって、その時の素粒子の周波数のね、座標が原因違うでしょ。こっちに来たら違うでしょ。上にいたら、上でも時の周波数の周波数と波長と、下の時の周波、あ、時の波動の周波数、同じ周波数の数値なんですけど、こっから向こう見たら違う。向こうからこっち見ても違う。ように見える。でも、ように見えるだけじゃなくて、実際違う。その証拠に降りてきたら、全然時の速さが違うとなる。だから場所によって、同じ次元でも、時の流れのスピードが違うとこが出てくる。でも、そこから元のところに戻れるのかもしれない。ね。やっとこんな話できるようになった。ね。もう、新しいできた動画でしょ。まあ、ちょっと今これ言ったの。なんでかって言ったら、まあ、死んだ後、まあ、自我なり、自我もそうですけど、肉体もね、そうなんですけど、まあ、音の、あ、音じゃない、時の周波数ね。時の周波数の、状態まで分解が進んだら、まあ、分離が進んだら、そしたらその時の周波数の部分は、時を移動できるよね。その時っていうのは、本当は同じ次元の話じゃなくて、次元間の縦軸の話なのかもしれないし、本当に私たちの次元の話だとしたら、私たちの次元という横軸の、二間における横軸の話なんですか、本当に。っていうような話ができるようになったよね。それはタイムマシン理論なんじゃない？って、その、時の周波数の波動によっては、別の次元、別の時間世界。って言ったら、ちょっと変な声が出た。ね、要するに、上のプレイスケールか、下のヘル、まあ、下のプレイスのことヘルアデスっていうし、上から見たらここがヘルアデスですけど、そこに行けるかどうか。っていうような議論にもなってくるよね。まあ、これを入れた時点で、また安倍政権でよかった。安倍先生はそういったことを、関連なさってるし、菅直人先生もその関連なさってる。安倍晋三菅直人コンビ、今やっとこれ入れてる。ああ、よかった。やっと安心したね。じゃあ菅直人先生って、意外とすっごいフィクサーなんちゃう。与野党にまたがる人物やってるな。でも、もともと自民党の人物ですよ、あの人。あ、なんだって。知ってるくせんじゃないね。知らん人多いんだけどね。で、だから、まあ、江崎レオナ先生とかと、まあね、非常にその、まあまあ、菅直人先生の、噂じゃないんだけどね。江崎レオナ先生の理論っていうのは原発関係あったし、タイムマシンも関係あった。で、それプラス、その時の周波数の話。ね。っていう話が、次元をまたがる理論であるっていうのがわかるでしょ。で、上から落ちてきちゃったら時の流れの違う場所があって、そこから、上の世界に行くか、その下の次元で時の流れが違う場所っていうのは、取り戻さず別の次元、上の世界とか下の世界なんじゃないの？とかいうような文系的な解釈もできるようになってくるでしょうし、それと、理系的な、今の話より前に人してたそうな、宇宙物理学っぽい話と、どう整合を取るかっていう時に、私たちはまた宗教を作ってしまうかどうかっていう話いつもしてるでしょ。わかりにくい人には宗教的な説明が、子供向きの説明が一番いいんですけど、その子供向きの説明がいつも宗教になっていってるんですよね。こんな話だとできるようになったでしょ。で、結局その、この話を、まあ、今ここで区切りにしとくね。で、結局、まあ、体内にあるものが完全に外に出ていって、それで、まあ、細胞を構成する化学物質がすっかり入れ替わるまでに、2週間、2ヶ月だったっけ。まあ、2週間か2ヶ月かどっちか。まあ、結構かかるので、だから前の、字が、まあ、要するに、前の世界というか、まあ、ね、すっかりその、こういう契約が終わる前の、その、
状態の自我が過ぎなくていいと、自我、過去由来の自我が去っていくには、あとまあ2週間やったかな、2ヶ月やったかな、まあもうちょっとかかるよってことね。そういうタイムラグっていうのがあるんですよっていうのを今説明したくて、ね、こういう時なんですよ、マジでした。だからまだ過去の世界に帰還していない過去由来の自我はちょっと聞けたわけですよね。で、あともう一個は、例えばパクトラカイみたいな人物のあの波動に同調してしまった人物。うちは同調してないです。どういうか、その、まあ、刀を、どういったらいいのか、合わせ技じゃない。だから要するに、対処して、向こうの技をパッ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 ってね、上手にその配置していってたら大丈夫です。はい、でしょ。それを配置するための具体的な術として言語を使ってた。だけど、パクトラカイの言うことの方が正しいとか思った人とか、まあ、パクトラカイの言うことの方が最もだなぁと思った人は、鳥の脳卒、過去由来の自我やね。その自我は過去に戻った。そこにもあなたがいるから。でしょ？って過去の世界でずっとあんの？ソリシ旅行的な意味においては。だからソリシ旅行的なことしたわけ、私たち。この肉体は、この肉体は時系列であるとして、化学構造式的に。でも、意識は素粒子やから、その素粒子が過去の私におったわけ。それは、私の体内に起きる出来事でもあるよね。でしょ？私の体内は過去も未来も持ってるのかな？まあ、少なくとも過去を持ってるじゃない。化学物質入れ替わってるんでしょ？元素レベルの話で言うからね。そうでしょ。で、素粒子は、あんまりそのルールとは関係ないでしょ。で、結局、この体は、さっきの終わりましたって言った、今日終わりますって言った、その過去からずっと続いてるじゃない。じゃあ、この体はずっと未来もあるのかなって言ったら、過去の時代で、反感勝った人たちに殺されたりしたら、その未来は消えた。ね。でも、究極、宇宙は消せないっていうレベルの安全性において、そっからまた派遣できるやん。うちが殺された世界。で、今回殺されなかった。で、そしたら、殺されなかったバージョンの過去と繋がるよね。で、その世界に突入したところっていうのを、過去に帰る自我たちが、それでブンブン言いながら分かってきたと思う。なんだ、未来ってそうなってるんだって。よかった、未来に行けないけどって言って、悟るわけね。それも一つの悟りとなるよね。だって過去由来の自我なんだから。もう死んだ、過去に、あなた方は。過去の肉体由来だけど、その肉体はもうないの、今現在。死体なんですよ。だから、過去に戻るしかない。死体だった。4年前の時代は、生きてた時代には戻れるし。でしょ？で、未来にはいないんですかって、子孫残してなければ、いないってことにはなりますが、基本ね。あなた方の遺伝子は、子孫を残してなければ、あなた方の遺伝情報は未来にはないよっていうご説明で十分ですか？